フロジノーネ・カルチョはイタリアラツヨ州、フロジノーネを本拠地とするサッカークラブチームである。2019から20シーズンはセリエ B に所属している。前身となるクラブは1906年に創設され、しばらくカイリーグへの所属が続いていた。そして90年代初頭、クラブの財政問題を経て、1991年に現在のクラブが、 改めて創設されることになる。しかしそれ以降も、主な所属リーグは、セリエ C1、セリエ C2、セリエ D といった回リーグが続いていた。天気が訪れたのは2003年、ダニエレア・リゴーニが監督に就任した時である。当時所属していたセリエ C2 ジローネ C で優勝を飾り、セリエ C1 へ昇格を果たし、さらにその2シーズン後、2005から06シーズンに、 プレイオフの末、クラブはついに史上初のセリエ B 昇格を果たした。初のセリエ B 所属となった2006から07シーズンはカルチョポリ問題でこちらも史上初のセリエ B 所属となったイベントス FC と対戦するなど、クラブにとって非常に歴史的なシーズンとなった。最終的に勝ち点50でエースバーリーと並んで11位、セリエ B 残留を果たしている。 またセリエ B 昇格を機に、ホームスタジアムのスタディオマトゥーザが回収され、収容人数はおよそ倍増された。そして、2014から15シーズンは、第41節で2位を確定。クラブ史上初となるセリエ A 昇格を果たした。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権。 星印は EU 県外選手を示す。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。